昨日、新型コロナウイルスの1日当たりの死者が全国で108人となり、過去最多を更新しました。100人を超えるのは19日以来2度目となります。ann のまとめによりますと、昨日の新規感染者は全国で5044人となりました。東京都では10日連続で1000人を超える1175人の感染と9人の死亡が確認されました。 このうち老人ホームに入所していた90代の女性は、陽性が判明した8日から入院先を探していましたが、見つからないまま20日に死亡しました。老人ホームにはクリニックがあり、定期的に医師が診察をしていたことから、都の担当者は入院先の調整が後回しになった可能性があるとしています。また、感染者が先週より減少していることについては、 まだ1000人を超えており警戒すべき状況であることは変わらないと話しています。